崎ひかるです。皆さんどうもご機嫌いかがでしょうか。わー、はい、本日、もみの木チャンネルはですね、なんと素敵なゲストをお迎えいたしました。それでは呼んでみたいと思います。手のひらゆうがさんです。どうぞこれ夏の肝試しのやつですか。ちょっと言わないでよそれ。めっちゃ綺麗でしょ。手のひら優雅です。これメインチャンネルのさっきね、メイクの撮影してたんですけど、そのまま現れていただくという。そうです。いや、せっかくなんでね、この機会に皆様にも見て、何度でも見ていただこうと思ったんですけど。そうなんですよ。いや、ちょっとね、今日のもみぬきチャンネルの企画はですね、はい、ちょっと、ご飯食べるので、は、ちょっとその顔を一回落としてきてもらっていいですかね。ちょっと、なんか、ちょっとお名残惜しいかもしれませんが。お名残惜しいわ。なんかでもちょっとさ、手のひらさんさ、半分娘役やん。うん、なんか喋り方がちょっとなんかおしとやかになってる。そうよ。やっぱり雰囲気出さなあかんからさ、夢壊したらあかんでしょ。娘役です。手のひらゆう子です、こっちね。怖い。手のひらゆうかです。はい、それじゃあもう、そっちはゆうがね、こっちゆうが、はい、じゃあとりあえずメイク落として、はい、落としますか。来てください、はいはい、じゃあ行きますか。私もじゃあ一緒に行くわ、はい、せーの、ドン。はい、それでは本日、手のひら様が、はい、普段の顔に戻ったところで、いい、本日はですね、はいよ、関西人といえばダダン、午後一の蓬莱。これね、関西でしか売ってないので、関東の方ってあんまり食べたことがない方もいっぱいいらっしゃると思うんですけれども、午後一の蓬莱の豚まんって言ったら私たちのソウルフードでね、ソウルフード大好きなんですけどね、ある時ね、そうそう、ない時知らないですよね、私ね、関西では有名なんですけど、はい、この間ね、手のひらさんと豚まん何つけて食べるかっていう話になって、そう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 、なってたね。お互いのおすすめを今日はつけながら食べてみようじゃないかという会になりました。イエイイエイイエイ。じゃあ早速、オープンしていきましょうかね。はい。ウィー豚まん。ちゃんとね、こうやってからしがね、めっちゃついてるんですよ、これ。めっちゃついてるんですよ。これはね、これ6個入り今日ね。はい、6個入り買ってきてもらいました。はい、中身ね、関東の人はほら、なんか冷凍は駅とかにあるんですかね。そう、これはね、大阪っていうか関西しか売ってないって言っててね。うん、その、やっぱね、生地がね、生の生地が提供できるのが、距離が限られてるらしいです。はいはい。っていうので、関西圏にしかお店がないという。ダダン！じゃーん！これが美味しいんですよね。これこれ。はい、じゃあ早速なんですけれども、あいよ手のひらさんは、何がおすすめ？私はいつも醤油です。醤油もしくは、ソース、大好きな、手のひらさんの大好きなソースあれとんかつソースじゃない、普通のウスターソースが私は好きなんです。大体は、醤油。ほらこうやってね、皆さんね、つけて食べるものが違うんですよ、はいはい。通常はね、このついてるからしで食べる方が多いと思うんですけど、せっかくなので、じゃあその、醤油、はい、食べてみましょうかね食べたことないんや。ないですよ、醤油なんかで食べないですよなんかでとか言うた。じゃあ1個こう、これ割ったらいいかな、割って自分の分割って、ちょっとずつつけたらいいかな。そうそう、ちょっとずつ食べていきましょう。はい、そう、この日のためにね、朝も昼も抜いてます。抜いてます。今日現在午後4時過ぎですけど、初めての食事です。初めての食事です。今日これね、はい、これね、竹の皮が後ろついてるんですけど、はい、取るときに絶対皮がひっついてくるんですよ、これ。こうなるんです。絶対こうなるんですよ。こうなるんです。でもこれ食べるよね。食べるんです。じゃあ醤油つけます。はい。ででん、結構いったけど、結構いったけど、結構いったけど。はい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 。いただきます。いいよ。あ、
美味しいやろ。うん。はいはい。普通より間違いないやつ。そうや。うん、美味しい美味しい。やろ。うん、もみのきさんのおすすめは血が食べるわ。あ、本当？うん。私はもう絶対にポン酢なんですよ、はい、もう絶対ポン酢なんです。ポン酢、ポン酢ですよ。これないわ。豚まんといえばポン酢です。すみません、普通の味ポンなんですけど、ちょっとええポン酢じゃないんですけど、できればポン酢プラス、はい、からしです。からしなんや、うん、へ、ダブルでいくと美味しいんや。最高に美味しいです。あ、じゃあ私もからしあんま好きじゃないけど、一番、うん、あの、あ、ベストな状態で、ベストな状態で行かせてもらいます。あ、マジで。これは直塗り。私はあの豚まん直塗りの、はい、あのポン酢。あ、そう派です。あのポン酢に混ぜる人もいますけどね。これ一回ね、そしたらちょっと、うん、普段しません。これぐらい、ちょっと手のひらさん、うん、それぐらい。結構、結構いったね。結構いった、これ結構いった。え、大丈夫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 、はい、結構辛いも苦手ですから、ね、そうなんですよ私ね、うん、でこれでポン酢、ポン酢を思いっきし浸して、浸して浸していってください。どう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 、辛い。辛しやっぱつけすぎたん。でも美味しい。美味しいでしょ。あのあっさりしてるでしょ、うん、あっさりしてる。あの豚の脂身がちょっとあのポン酢でまろやかになる感じで、あの結構ね、あのこの豚まんってね、中すごいジューシーで、もうあんがね肉肉しいんですよ、肉肉しいんですよ。見ていただいたら分かると思うんですけど、はい、こんな感じで、ね、うん、そうそうそう、こんな感じでね。なので、うん、これとこのポン酢のさっぱり感が合うの。はいはい、はい、で皮がねちょっと甘みがあってね、うん、美味しいんですよ。皮が美味しいんですよ。分厚くてね、そんとそんとやそんと最高。そうそう、ね、じゃあちょっと手のひらさんのおすすめのもう一つソース、うん、ソース、ウスターソース。ウスターソースもねなかなかいいんですよ。ちょっと私はこうやって割ってね、ここにつけ、あの垂らして食べてたよく。はい、そっちで行った方がいい。もじゃあその戦法で行きましょうかね。ここの皮にもこう染みてくるから。あ、じゃあこれを、はいはい、すいません、このまんま、あの、はいはいはい、ウスターソースじゃあ行くって感じね。はいはいはい、行きますよ。そう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 、結構な量。ちょっと質が垂れるかもしれない気がするね。はいはいはい、うん、よし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 。いつもこれで割って、あ、そこの間に取れるわ。そうそう、こんな感じ、こんな感じですね。ですね、はいはいはい、いただきます。はい、あ、どう、うん、関西人、はい、好きやん。好きよ、これ。ソース文化、はい、じゃないですか、関西。そう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 。めっちゃ美味しいわ。めっちゃ美味しい。うん、うん、美味しいんですよ。カゴメのウスターソース。ね、ちょっとせっかくなので、うん、あのちょっと他に何が合うんだろうかっていうのをちょっと検証してみようかということになりまして、ちょっとねこの前にはね、うん、いろいろなあのものがあるんですけれども、はい、私ちょっと気になるのね、何何何何これね、あ、マヨネーズ、これ食べたことないわ。ないな。ちょっと私これいってみるわ。マヨネーズ食べてみてなあ、うん、あ、笑ってる。めっちゃ美味しい。え、そうなの？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。そう言われたら食べたいですよね。美味しいやん。まあ、まあ、うん、いつも通りや。いつも通り。あ、でも、うん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 。美味しい美味しい。うん。うん。なんかマヨネーズの味が引き立つね。そうね。なかなか良かった。うん。うん。私、オリーブオイル塩。これはね。ちょっとイタリアンに。なったらどうなるのかなっていうので、これ絶対美味しいと思う。絶対美味しいよね。美味しい美味しい。でついね3日ぐらい前も食べたんですよ。何を？豚まん。どんだけ関西の鏡やな、関西人。もうねやっぱ欲しくなるんですよね。ね、これ買ってくるとね、あの電車の中乗ったら絶対誰かがあの買ってるって分かるんです。匂い。めっちゃ匂うんですよ。めっちゃ匂うんですよ。でもまあまあそれを嫌がる人って関西いないよね、うん、そうですね、分かってるもんな。分かって、あ、誰が551買ってるわ、買ってるわっていうのね。もう駅構内にある時点でもうそれは許容範囲内ね、うん、そう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 、うん、うん、あれよね、関東圏の人って豚まんって言わへんっていうね、うん、なんていうの、肉まんっていうんやろ。あ、そうなんや。豚肉じゃないんですかね、牛肉なんですかね、関東は。あ、そうなの、知らんけどさ。こんな感じでちょっとイエーイ作ってみました。はい、ちょっと塩が多かった。いや、でも美味しいけど、うん、でも油に油やからそう変わらへん。油っぽくなる、うん、でも変わらへん味が、うん、言うほど変わらへんな。変わらへん。胡椒の味と
で、胡椒の味がっていう感じかな。なんかマヨネーズが一番なんか味変した気がするね、うん、まあでもちょっと何なの、美味しい。ちょっとなんかおしゃれに食べれる。うん。柚子胡椒醤油は、あ、いいね。わさび醤油とか言ってたよ。そう、わさび醤油。柚子胡椒醤油いこうよ。うんうん。どうでしょうか。辛い。そうだから結構辛いねって言って。でも美味しいです。うん、あ、柚子胡椒こんな感じね。そう風味がね。美味しい美味しい。やっぱりいいよね。風味がいいでしょ。うん。うん。うん。美味しい。うん。柚子。柚子ね。うん。柚子よね。柚子。うん。なんかこんな食べ方もいいね。うん、なんか、うん、あれよね、飽きずに食べれそう。そうね。ほんまや。ラー油、ラー油行ってみる？ラー油行ってみる。ごま油ラー油と普通のラー油あるけど。ごま油ラー油。ごま油ラー油行ってみましょうか。うん、角屋さんの。うん。すごい色ほら。ちょっと食べようよ。ちょっと辛いで、また手のひらさん大丈夫？はいはいはい。ほんま辛いもんないね、これは。うん、ラー油やから。ちょっとにするわ。うん、ちょっとにして。はいはい。辛いだけかな。え、でも風味ある。ほんま？ごま油の。辛いのが大好きなので全然。そう。もみのきさん辛いの好きよね。好き。うん。あ、めっちゃごま油やん。めっちゃごま油。あ、で後からちょっと辛くな。辛い。うん、手のひらさんこれ辛かったんじゃない？辛い。うん。やっぱごま油も油やから。うん。油はするね、口の中が。そうね。うん、そうね、うん、どちらかというとあの醤油系の方がさっぱり食べれる。そうそう。何これ？これね、うん、たっぷり玉ねぎかつおの白だしドレッシングなんですけど。めっちゃ美味しそうやんそれ。ちょっとドレッシング一回行ってみますか？行こう。この謎のドレッシング。行こう行こう。これ何でもそうめんとかハンバーグとか何でも。あ、そうなんや。そうめん。納豆とかサラダとか何でもいけます。じゃあ行ってみますよ。お願いします。うわーや。あ、ちょっと早かった。反応が早かった。めっちゃこっからうわーや。食べる前からわーが来てた。どうどうどう。うん、あ、あっさりしてる。おお、うん、あ、うん、ね、もう入れた瞬間わわ、うんうん、この中華とこの和が混ざり合って謎のマリアージュが、はい、さあ、じゃあちょっとあれ行ってみますか。何デザートでも。あ、じゃじゃん、ハチミツ。イエイ。これはないよね、絶対ないっていうか、なかなか発想がないよね。じゃあ蜂蜜。いい。結構たっぷりいきましたけど。はいはい、いいです、ね、はい。意外と美味しそうな気がするんですけど、私の中では。なんかゲテモノ系じゃなくないですか。うん。あのね、うん、豚まんじゃなくなった。何になったの？何になったの？パン？あ、なるほど、もうカテゴリーが変わっちゃったんだね。なんかね、豚まんじゃなかった。ちょっと食べてみて。食べる。うん。うん。うん。全然まずくない。まずくないよね。うん、むしろ本当、なんかあの、はい、なんていうの、甘めのお惣菜パンみたいなのあるじゃないですか。隠し味でちょっと蜂蜜入ってますみたいな。はい、ちょっと照り焼き系みたいな。はいはいはい、うん、照り焼き系ねえ。うん、なんか豚まんって感じじゃないよね。なんか豚の脂臭さがちょっと減った。ない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 。うん、あ、これは意外といける。いけるいいかも。うん、じゃあせっかくなのでこの中で、はい、うんうんうん、あの一番自分が好きだったやつ決めます。自分の いつものやつののけてね。いつものやつをのけて。うん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 、平平さんは醤油とソースのけて、私はポン酢、はい、のけてね。ポン酢のけて、せーの、マヨネーズ。あれ簡単。あー、私これマヨわかる。マヨ美味しかった。なんか確かに、うん、なんか油分やけどマヨもすごい、なんかねマヨネーズの味がめっちゃした。そうね、うん、これね、うん、意外に、うん、万能やね。万能やね、うん、私は柚子胡椒醤油がちょっとさっぱり食べれて。美味しかった美味しかった。美味しかった。辛いの好きなの、ね、そうですね、辛いの好きなので、うん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 、これはいいなと。いや、また新たな発見ができましたね。ましたね、はいはい、あの今日ねもう一つ実はあのエビシューマイもね、うん、あるんですよ。
これねおすすめなんですよ私の、うん、手のひらのおすすめエビシューマイ。エビシューマイが美味しくってね。美味しい。美味しいんです。豚まんだけじゃないんですよね、うん、551、はい、あの普通のシューマイも売ってますし、うん、エビシューマイ、あとちまきも売ってたり、あと肉団子、そう肉団子あれも美味しいんです。美味しい肉団子で夏はねアイスキャンディー、アイスキャンディー、うんね、っていう、うん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 、せっかくやから1個ずつ食べてみる。食べよう食べよう、うん、ちゃんとエビがね入ってるんですよ、うん、あのプリ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 、うん、おいしい、うん、あーおいしい。もみなさんビール欲しいな。あーほんまやなほんまや、ビール飲みながらすればよかったやん。いいのいいの、仕事仕事じゃあこの後ビール飲みたいと思います。はいはいはい、はい、そんな感じでね、そんなこんなね本日は、うん、はい、あの私たちの愛すべきソウルフード豚まんを、はい、いろんな調味料につけて、はい、食べてみる検証会でございました。はい、皆さんもね、うん、もしよかったらね、もみのきさん の、 あのコメント欄にねどんなして食べてるか、おすすめぜひ聞きたいです。はい、あのまた手のひらさん、はい、うちのチャンネルにもぜひ。そうやった、これねもみのきさんのチャンネルやった遊びに来てください、うん、はい、ありがとうございます。またあんまり変わらないですけどね手のひら優雅ともみのきひかるでした、いい皆様お付き合いありがとうございました。もみのきチャンネルよろしくね。バイバイ、メインも見てね。はい。